はい、レオンです。今回あの昨日紹介したこちらですね、この41ミリのこの TPU、 これ HK9 ミニプラス用に買ったんだけど、メルカリで。このフィルムも2枚買って、これカバーつけたんだけど、これねはめたらね、このダイヤルクロム全然回らなくて、押すこともできなかったんで、俺もこの工具使って、ハサミでかな、強力なハサミがあるんだけど、チタンのあれでやったりして、とペンチでやって、ここも割ったんですよ。ここそのかけらがこれなんだけど、もう2つあったんだけど、もう1つちょっとなくなってね、このかけら、これここ覆われてたから、こうやってはめるでしょ、こいつはめるんだけど、こうやってはめるんだけど、今はねここ、もともとはこここうだったんですよ。ちょっと動画見せようか、購入したやつ、これですね。あ、これじゃないか、45ミリってなってるのか、これじゃないか、あ、これだ、これ、あ、なんだこれ、あ、これだ、これ、こちらですね。こうやって覆われてるでしょ、見えないか、こうやって覆われてるでしょ、ここ下、ここね、覆われてるでしょ、ここ、あ、少し反対側が見えねえな、だからここも割ったんですよ。そしたらね、これちゃんと回るようになってるから、押して押すこともできるし、あ、割れてしまった、あー、ダメだこれ。一応今日カバーもあと2つ買ってるからね、ヤフーフリマで。あー、折れてしまったな、ダメだこれ、使えないこれ。あ、一応使えないことはないけど、もうダメだなこれ、もう割れてるから。割れたけど、もうこれ使えないけどね、ここやっぱり割ってるから強度が落ちたんだよな。でもフィルム400円通り買ってるんだけど、これフィルム2枚ついてるから、カバーだけだったらちょっとこ損するんだけど、こちら2枚ついてるからまだいいんだけどね。200円で買ったっていうことで、ちょっと思わぬ結果になったんだけどね。今回こちら購入したんだけど、ちょっとこうダイヤルクラウンが回らなくて、スピーカーの穴も全然違うんですよ。もっと下になるくるんだけど、真ん中に来てるでしょ、穴が。一応スピーカーで、あのプレイヤーの音楽プレイヤーで再生したら曲一応聞こえるんだけど、どうしてもやっぱちょっとちっちゃくなるんですよ。塞いでる感じになるんだね。これちょっとここを切って、ダイヤルクラウン回らなかったけど、ここを切ってダイヤルクラウンが回るようになって、っていうことで一応説明したんだけど、説明する動画にするつもりだったんだけど、まさかこういうアクシデントが起こるとは。こうボタンをまた押せなくなったんですよ、これケースはめると。どっちみちこのケース使わないから、もうどうせ割れてるから。
はい、そういうことで、あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。また別の動画撮らないといけないんでね。はい、失礼します。